払い釣り込み足のイラスト払い釣り込み足は、柔道の投げ技の足技の一つ。アイフ略号た。文字通り、相手を釣り手で釣り込んで足を払って投げる技である。実際は相手を、うぜん隅に崩しながらしずり込み足のように足を払う。釣り手で釣り上げながら、足払いを仕掛ける技。釣り手で釣り上げて、足を浮かせた時に足を払うが、2種類の払い方がある。 すり手側の足を払う形。崩しになるため、相手がバランスを崩すか、足が浮くか、その両方の状態となったところを足払いで倒す。引き手側の足を払う形。時計回りか、半時計回りに回転させるように倒す。足払い系の技は、ともえ投げのように、右組右足、右組左足、左組右足、左組左足の4パターンがある。 組手の使い方で、しずり込み足は両手を利かせて回転させるが、払い釣り込み足は片手を利かせ、引き手は仕上げに下に落とすという違いがある。そのため、しずり込み足とは逆に、自分が押し込むか、相手が足を引いた時の方が投げやすい。タイになる、しずり込み足と同様、釣り込み腰、袖釣り込み腰と同じ釣り込み技の一種であり、手足払い、総足払い等と同じ。 足払い系の技の一種である。ありがとうございます。